よし、やろう。行きましょう。よし。いやーでも終わりよ、これでスマブラのアップで。スマブラがついに終わるんだねって考えるとね、なんか感慨深いよな。これも終わりやで。いきます。バージョン 13.00 になりました。うぃー、そら待ってたよ。新しいステージ追加、音楽。マイキャラを全て使えるようになった。そうだ、真の戦いはこれからや。これからやで。わあ、ちょっともう、早く早く。トレーニング。うおー、いる。フォローバスティオン。うわ、もう、やばくない？フラグメンツオブソロー。ナイトオブフェイト。ディスティニーズフォース。あ、やっぱハンドインハンドじゃない？やっぱハンドインハンドだろ。これだろ。あー、これでしょ。まあ、これだろ。そんで。おー、いるーいるよー。そして、漢字のナレーションの、ナレーションの音は、いけます。ソーラー。若干の、ソーラー。ちょっと溜めてる感じね。ソーラーね。ソーラー。あー、2。ドリームドロップディスタンスカラー。で、3。おお、これ最高。これじゃない？タイムレスリバーフよくない？で、ブレイブフォーム、ウィズダムフォーム、あ、マスターフォームかな？あ、ファイナルフォームかもしんない。アルティメットフォームって何？知らない。俺今、キングダムハーツ3実況してるんだけど、そんなフォーム知らない。全く桜井って。おお、ファイバーだ。なんとプリン。あー、このグライドはたまらんね。もうグライド。そしてまずアピールから見ます。アピール上、時よ、風よ、癒しよ。うわ、癒しよ。いきます。横アピール、それ。あ、横アピールぐるぐる回す的な。なるほど。そして下アピ、行くよ。あ、これ見たな。桜井さんがツイッターで言ってたね。ツイッターで載せてなかった。これ下アピ、横アピで、アイテム。うわー、めっちゃふわふわするね。いきます。カチャン。いやー、まあこうよこうよね。使い方と全く同じですよね。で、ファイが、サンダが、ブリザが、ファイがなんか連打できるって言ってたよね。あれ？あ、で、B ボタン連打で、ファイが連打か。こうか、こうか、こうか。5、6、7。あ、連打している限り、撃てるのか。いや、でも射程そこまでか。そこまでっていう感じですね。うん、うん、うん、うん。やっぱこれ、クーエヌだな。これが強いんだよね、これ。そうか、出し切り A ボタン押しっぱなしにいる、これ。で、この A ボタン押しっぱなしの弱がまあ強いと。これ押しっぱでいいわ。押しっぱでいける、これ。で、この、こう。これが、あ、これね。あー、なるほど。この空中挙動ふわふわ感。感覚的には、ミュウツーっぽいわ。ミュウツーの二段ジャンプってこういうふわっとした感じや。ミュウツーネス感があるな。これで防いで復帰阻止してから、復帰阻止して、うおーこれね。あ、これも押しっぱでいいんだ。押しっぱでいけるから。しかも勝手にロックオンしてくれる。ロックオンしなくても。あ、うーん、あ、なんとなく分かった、なんとなく分かった。相手に近寄っている状態でソニックレイブを横 B 押しっぱなしで勝手に相手の方に向かって攻撃してくれるけど、あえて横 B のもう一回押し直すことによって相手が近くにいても、あ、違うか、違うな、これ多分。相手が近くにいたら自動的にそこまで行くわ、これ。他のところに行くっていうことができないな、これ。あー、なるほどね。いや、これ空中は最強だな、これ。ただ、敵が近くにいると自動ロックオンだね、これ。なるほどね。なるほど。で、あと、上スマが気になるところだった。
これが強えわ、マジで。めっちゃ拾うんだよ、これ。これ、ガーキャンウエスマンマジで強いと思う。で、ガーキャンウェビーも強い。ほら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 、絶対強いでしょ、これ。俺、これはね、使い方動画見てる時から思ってた。ガーキャンウエスマとガーキャンウェビーは絶対強いなと思ってたから。終点くぐりしてみる？いくよ。不安の子。あ、あ、上、ちょっと、違う。不安の上 B で。ああ、いけるわ、余裕だわ。一回ミスったけど。余裕で終点もくぐれる。やっぱこれだな。これ主体で。ほら、もう一回。めっちゃ阻止できるよ、これ。すごくね？上は？くーえ。あ、これ空下。これね。これ多分こんな感じで崖下で。ああ、でもさすがに調子乗りすぎて死ぬな。なるほどね。くるくるでこうやってこうだな。なるほど。これも崖外出す感じだな、これ。で、つかみの範囲気になってたの。どっからつかめ？ここつかめない。ああ、若干、そんなに。ああ、つかみ範囲。ここか。ここでつかめる感じか。ただ、クラウドさんほどつかみの発生はそんなに遅くないから、うん。つかみもまあまあ強そう。で、下投げ。なんだ、投げコン気になる。上か。投げコンあんのか、これ。投げコン下？あ、下だな。投げコン下投げ食う前かな。そんな感じがするな。そうだね、下投げ食う前だね、投げコンは。あ、これ入るわ、これ入ってるわ。なるほど。で、横スマ強い。あ、プリンで試してるっていうのもあるな。よし、カービィ行こう。ウェビー使わなくても2段ジャンプと横 B だけで下潜れる。ウェビーいらねえかな、そんな感じある。ソーラー、じゃあちょっと他の試して、ソーラーとカービィ行こうか。プリンからカービィは確かに重さ的には違いがないわ。下投げウェビー繋がる？マジで？下投げウェビー、あー、ほんとだー。すげえ。これすごいな。下投げウェビーか。あー、拾うね。あ、でも、これね、多分外べくしたら入んねえわ。ちゃんと相手が分かってて、外べくしたら入んないから、前ステ入れて、前ステップ入れてウェビーしたらなんかいけそうな気がする。で、操作にして、CP の動き操作、はい。あら、まあ、髪の毛生えちゃって、ツンツン頭になっちゃって。あ、でさ、桜井さんが言ってたよね。キーブレードが使えるのは、キーブレード使いだけ。だから、カービィがコピーしても、イカズチよ。凍りつけ。まえろ。イカズチよ。凍りつけ。おー。まえろ。イカズチよ。これ結構有効じゃない？特にサンダガが強そう。ファイガはそうでもないかもしれないけど。いや、このカービィの多段ジャンプから繰り出されるさ、この復帰阻止サンダがエグくねえ、これ。クラウドさんが死んでしまうからやめてください、そういうことするの。ちょっとコンボこれ開拓だな。これ、そんなそう、俺こそがそんなだよ。まあ、おしっぱでいいな、これ。オンも潜れんの？マジで？本当に？おー、いけるやん。いけるやん。本当だ。やっちゃう？いやー、俺まだ勝てないと思うな、俺。870、いや。ソーラー。そうだな。いや、まず普通の空に。じゃあ、ちょっと、負けて学んでいこうか。うん。いや、まだ来てないような気がする。はい、空でーす。キングダムハーツ2の空かな？ 3, 2, 1, いやー、そのイカズチ強すぎ。
あ、俺も俺も、ほい。はい、まだ使い切れてない感じがすごいね。俺も俺も、サンダが、ほらよ、よし、くっそ、これこれ強い。 OK、 はい、氷ついた。ウエスマ、ウエスマ、ウエスマ、ガーキャンウエスマ強い。これこれ強いわ。吹き出し、吹き出し、あー、ちょっと俺もキスしたい。あー、捕まれるね。そうだね、吹き出した、吹き出し、うん、あー、これ避けなきゃな。危ない。あ、すいません、すいません、違う、うーん、今のちゃんと横火出さなきゃいけないな。オッケー、フックスダメか。あー、そうだね、ちゃんとそれ投げ込んつながってんな。はいはいはい、おいよ、うん、おいよ、あらの、無理か。あー、復帰差し頑張っていきたいんだけどな、これさっき直前まで使ってたのがクラウドだから。おいよ、これこれこれ、この復帰差しよ、空はこれやんなきゃね、やばいです。よし、あらの、待てよ、やっぱ復帰差しキャラよね。いやー、上様うまい。やっぱこのクーエヌブンブンだと思うんだけど、まだ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 よ。ほい、いやー、イカズシ、イカズシ結構飛ぶな。なるほどね、なるほどね。復帰時にカウンター合わせてみたら、よし、どうしよう。ソーラーの、いやー、やばい。あ、まあまあまあ、いや、何回もやって学んでいくことにしよう。他の、じゃあ2空で行こう。雷牽制確かに強いな。つかみ下投げ食う前かな。これやろ、これやろ、下投げ、これがいいな、これが強いな。うん、ちょっとふわふわしてて、もう空しかおらん。そしてファイナルフォームじゃないや、なんだっけ、ファイナルホームじゃねえ、これ、なんだっけ、アルティメットホーム、ネタバレ。くっ、あー、みんなそれ使う。ほい、ダメだ、うん、あー、ちょっと待ってね。ほい、よし、いいね。その復帰阻止よ。そうか、下スマちゃんと使わなきゃな。おい、おいら、あー、マジか。うん、ちゃんと、うん、あー、後ろは拾わねえか、これ。オッケー、上すうま。サンダガも意外と来るから、バーサスから。オッケー、これ飛ぶわ、これマジで飛ぶわ。サンダが常に出しといてもいいぐらい。あ、反対、危ない。サンダがドン、
ブリザが打っといて、上様ダメか。オッケー、あーファイが打っといて、サンダが常にしといた方がいいぐらいの気持ちだなこれ。下す、下投げ、下投げ食う前、あ入んね、うん、テイクでいいっす。おらよ、あこのちょっと見て、このガーキャンウェビーダッシュ攻撃めくるってわけじゃないんだろ。オッケー、サンダゴ、オッケーブリザが打っちゃって、あー間に合わねえ、うん、オッケー前投げ、オッケーからの吹き差しいきます、オッケー吹き差し、オッケー、これ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 だよ空の醍醐味、かっけー、それあれだよね、 FF8 スコールの勝利ポーズを模したオリンポスコロシアムで勝った時の勝利ポーズでございます。いやでもね、まだまだだと思うわこれ、多分戦闘力的に言えばもう300万とか400万ぐらいの実力でやってるわ、みんなも使いたてだから勝てているだけであって、まだまだ甘い、まだ練習せねばならない。そしてこれ 3D カラーでいきましょうか。下スマめちゃくちゃ強い、下スマやろっか。そうか、さっきのサンダガでもよかったね。下スマどんだけこれ範囲、後ろも入るんだよな、両対応だよねこれ。何それ、そんなことできるの。あ、しゃがみ歩きできるんだそら、へえ。そうだね、じゃあこれ終わったらキャラ調整見よう、これ終わったら。はい、はい、テイクディース強よこれ。あ、でも低パーセントでこれ良くないな、半角食らうわ。うん、掴まれる。オッケー、うん、チコが頑張ってる。あ、戻ってきた、何だそんなことできるのこいつ、おいよ、サンダ、あー違う、サンダがブリザが、おいよ、ウェビー、オッケー、ウエスマ、ウエスマじゃない、うん、うん、なんか、吹き差し、ウェビーダメか、テイクディース、オッケー、周りにさらに吹き差し、ウェビーでテイクディース、これ吹き差しガルガリガリガリいけるのいいね、ゴリゴリいけるわ。オッケー、ファイが打っといてサンダカにする、上強強すぎ、下投げ食う前入ります、上様、上ビーからのテイクです、テイクです来ない、愛した今日の愛弱、あちょっと待ってください、痛い、カウンターダメか、オッケー、これ結構飛ぶ、サンダがダメか、なんか受けてみ、やべ調子乗ってる、うん待てよ、あ今の上見てよかった、あーややすぎ、オッケーよこさま、うん、おーなんか勝ててるわ、なんでだろう、ちょっと嬉しい、おいこれビボ入っちゃうんじゃないの、入っちゃうぜ、お入っちゃう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 、次はじゃあ3ストライクいこっか、
ビームサーベルとか剣形の相手を持つブレイブフォームの構え方になるっぽいよ。へえ。あ、二刀流の。なるほど。Google 検索。おいおいおい。わ、楽しい。楽しいし使いやすいわ。Google 検索、スマブラアップデートググったら出てきた。ちょっと待って。いいね、そのタイムレスリバー。わかってるね。わかってるね。いきなりそれ。ナイス。さらに。不起訴し、不起訴し、さらなる不起訴し。不起訴し、不起訴し。あー、もうちょっと行ってもよかったかな。あんまり調子乗って不起訴しに気づくと死ぬよね。うん、カウンター、オッケー。あ、オッケー、復帰阻止。はい、オッケー。これこれ、復帰阻止強すぎか。このキャラ復帰阻止強すぎか。ダメ、復帰阻止強すぎ。強すぎ。バーン。オッケー、テイクです。あー、ダメだ。くぅ、分かってたのに。サンダーがやってくんね。燃えろ。それ結構飛ぶのよ、それ。あ、下強いいね、これ。なるほど。あんまり確かにちょっと魔法まだね、使いづらい感じはちょっとあるんだよな。サンダーが、あー、いなかった。あ、ちょっとめくるわ。ちゃんと密着で出せばめくる。オッケー、あー、上様でよかったな。おらよ、あー、ダメだ。燃えて、サンダーが撃っちゃったりして。あー、惜しい、今のいけた。はい、オッケー、それ待ってたよ。ガーキャンウエスマ最強。ガーキャンウエスマ使っていこう。これ絶対強い。あー、で、皆さんすいません、私 VIP 入りました。やったー。やったー。やったぜ。入っちゃったぜ。